Let's go.心臓移植。ええ、延命のための手術はもう限界です。妹さんを助けるにはもうそれしか。いくらかかるんです？いや、いくらかかってもいい。それで優子が助かるならやってくれ、日吉先生。お金の件は分かりました。ただそのためには適合するドナーが現れるのを待たなければなりません。それに運よく見つかったとしても順番待ちがあります。移植を受けられるまで一体何年待つことになるか。何年もって、それじゃ妹には間に合わねえ。何か手はねえのか、日吉先生。本当に手はねえのかよ。何とかしてくれよ。何でもするからさ。本当に何でもする覚悟ですか？ああ、妹が助かるならそりゃ何だって。臓器ブローカーの存在をご存知ですか？え？ああ、聞いたことはあるけど。まさか。私からそういう仕事をしている人間に連絡を取ることはできます。ただその場合、手術費用とは別にまとまったお金が必要です。いくらだ？3000万。用意できますか？うん、組長さん。松重、何の真似だ？俺に金を稼がせてくれ。3000万、どうしても必要なんだ。やり方はお前に任せる。だから頼む、力を貸してくれ松重。やり方は俺に任せる。あんたそう言ったな。はあ、初めからそうやって頭下げりゃよかったんだね。え、ほんじゃこれからは仲良くやりましょうや、組長さん。じゃあ、ユミの妹ってのがアレスの瑞希で、おそらくは100億の共犯。そして、ハルカはその娘だ。行方不明だったユミは、あの子にだけは会っていた。ああ。ごめんなさい、キリュウちゃん。ちょっとお願い。あ、丁寧にね。セレナです。あの、兄貴ですか？シンジか。やっぱり連絡取りたくて方々を回ってたんです。そうか。今どんな状況だ？実は今カズマのおやっさん連れて逃げてます。何？あの後病院で手当てしたんですが、意識はまだ。でも兄貴、あの状況から見ておやっさんを撃ったのは東城会のもんです。おやっさんの居所が知れたらまた狙われるかもしれません。今どこだ？信頼できる筋に隠れ家頼んでるとこです。落ち着いたらまた連絡します。連絡先はセレナで。いや、携帯を持ってる。
キリュウ、何か当てはあるのか。いや、まだ思い当たらん。効率的じゃねえな。ひょっとして伝説の情報屋の話か。そうだ、知ってたか。サイの花屋、この町のことは何でも知ってるって噂の情報屋だ。だがそいつがいるのは例の公園の中だ。西公園か。ああ、通称サイの河原、ホームレスが住み着いた公園だ。奴はそのサイの河原の中にいるらしい。だが気をつけろよ、あそこは警察も不介入の危険地帯だ。一度中に入ると出てこられないかもしれない。だが行くしかないな。今の俺には時間がない。だってさ、ハルカのことを頼めるか。ああ、ここも安全とは言えないからな。こっちで保護しよう。またな、キルちゃん。出しやがれ。やるのか。この野郎。
そこのキリュウちゃん、止まりなさい。お？何？はよ出さんかい。セーフや。ドアホ。月が気に食わねえ。後悔する。おお、おい、何？
おい。
This motherfucker. Bitch, bitch, sit your ass down. Stay down. なあ、あんた張り紙あったろ、使用厳禁、ちゃんと見たか？ちゃんと見とけ。なあ、あんた張り紙あったろ、しよ。じゃあ何されても文句ねえな。うせろ、こっちはヤクザに用はねえ。消えろって言ってんだ。公衆便所はみんなのもんだろ。てめえ。はい、はい、ええ、そうです、わかりました。どうしていいそうだ。こっちだ。ご案内します、キリュさん。もう身元が割れたのか。サイの河原だぜ、ここは。ボスは地下の一番奥でお待ちしています。どうぞ。
I don't need no weapon. What the fuck? ねえ、ん？は？お兄さん。That's cool. Kiryu Kazuma. 出所早々派手にやってるみてえだな。あんたがサイの花や。何の情報が欲しい？登場会の100億、それに、ユミとミズキって姉妹の情報だ。報酬は？いくらかかるんだ？情報を集めるのも金がかかるんだよ。どこにでも俺の手下はいる。キャバ嬢のパンツの色から裏の取引、表沙汰になってない殺しまで、全て俺のところに話が入ってくる。そして俺はその星の数ほどの情報をつなぎ合わせて、客の欲しい正確な情報を提供するんだ。だから俺の情報は高い。わかるよな？今は無理だ。でも時間がない。だろうな。おい、おい。10年前、堂島の竜って言いや相当なもんだった。俺はヤクザってのが死ぬほど嫌いでな。だが情報屋ってのはとどのつまり覗き趣味でよ。あんたが天下の登場会敵に回して何しでかすか、実のところ興味津々なんだ。それじゃあ。だがただで情報をやったんじゃ他に示しがつかねえ。俺はフェアじゃねえことは嫌いなんだ。つまり仕事をしてもらおう。堂島の竜にしかできねえ仕事をな。Damn.闘技場か。そうだ。金の使い道を見つかねえ金持ち、血見るのが好きな変態どもがお得意様よ。戦士は殺しても殺されても問題ねえ。ここはサイの河原だ。三途の川もすぐ近くってな。俺にしかできねえ仕事ってのは。三人勝ち抜けば賞金が出る。そいつを手に入れられれば、そいつを情報料としてもらおうじゃねえか。いいか、キリュウ。これからこの先のルールは素手であること以外には、特に高額な金の代償だ。
強いやつとやってもらう。で、3人に勝ったら、準備ができたら、じゃあな。準備できたか。せいぜい観客を盛り上げてくれ。じゃあな。Ladies and gentlemen、 ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき国道キルーカズマ。ここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルマン。さあ、時間無制限、ルールなし。Alright, turn around, motherfucker.
ですね、キルさん。即死と副上司、お好みは？その日本語、意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今、ゴングです！Come on!
Bitch. Don't get all pissed off now, bruh. する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。キリュウ、途上界の100億とユミとミズキって女の話だったな。途上界三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東上会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのはユミって女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東上界で裏取ってるうち、妹の瑞希が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで水木の娘はるかか。なんだって？東上界は水木の娘を探している。はるか今俺と一緒にいるんだ。はるか、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった、うん、それがユミかミズキってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれがユミって女かミズキって女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、分かった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？What the fuck？こいつ驚いていいぜ。ここがサイの河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ？奴の行動をたどってみるか。奴の映ってる他の映像を出してみろ。
てか。なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか。ボス、10分前の映像です。ん？Oh shit, they took the girl. クソ。ボス、トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がやばいぞ。Damn.そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。誰しも引っ込んでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。ああ、fuck them up。How come I can't fucking walk?切れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ、あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組のやつらだ。真島組？真島、really？ よりによって真島の兄さんか。
I imagine no one would have taken for. Tadesan, Serena, de matte kure. Da ga sore ja. Sono karata ja. Sore yori mo Reina ga shinpai da. Wakatta. Kiyosuke.Really, dude? Walk. Really? Yeah. I don't have time for this shit.That was quick.Ladder up. Sashiburi ya no. Kiru-chan! Washa, ureshi ute tamaran no ya. Dōjima no ryū to chokusetsu yari aeru. Honmon no inochi hatta kenka ga dekiru. Na, Kiru-chan nara...わかるやろなあおぎあっふふ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 ふいや別にええー、でそこのドア入ったとこにおるわ言うたやろケルちゃんわしゃお前と勝負できりゃそれでええんじゃ本気で言ってるのか本気も本気大マジやなあもうこれ以上じらすなやキルちゃん行くで勝負やキルちゃん
Damn. Oh, yeah.
やっぱりごついぜお前は。それでこそキリュウちゃん。まだまだ行くぜ。勝負はついた。ハルカを返せ。アホ。死ねやキリュウ。親父、なんで？ケルちゃんはな、俺の獲物や。このこいつをやるのはわしだけなんじゃ。マジマ、親父、おい救急車だ、早くしろや。おじさん。Damn. Haruka. Kowakatta. Kowakatta yo. Osoku natta na. Sumanakatta na, Haruka. Omae no koto o mamotte yarenakatta. Kowakatta ro?うん、縛られて真っ暗な部屋に。でも外が急にうるさくなって、そしたら知らないおじさんが来て逃げなって。知らないおじさん、誰だキリュウ。いや、お礼を言ったらペンダントは持ってるかって。何のことだ。これ弓お姉ちゃんが。うん、お母さんは？なんでお母さんに会えないの？ごめんね。嫌だよ、お母さんに会いたい。弓お姉ちゃん、お願い、お母さんに会わせて。ねえ、お願い。ねえ、はるかちゃん。今日はこれを持ってきたの。お母さんが持ってたペンダント。お母さんの？そう、はるかちゃんにって預かってきたんだ。だからもう少し待ってあげてね。うん、大事なお守りだから。これ持ってること知らない人に話しちゃダメよ。すごく大事な、はるかちゃんだけのお守りだから。そのペンダントを知らないおじさんは欲しがったのか。ううん、大事に持ってなさいって。これには100億の価値があるんだよって。 What? 見せてみよう。鍵付きか。無理やりこじ開けるってな。ダメ。言ってみただけだ。ハルカ、そのおじさん顔は覚えてるか。真っ暗だったから全然。でもその人、キリュウのおじさんにペンダントのこと伝えてくれって。俺の名前を。うん、何者なんだ一体。さあな。
一つだけ確かなのは、俺たちはいつの間にか事件の中心に置かれていたってことだ。